田先生、今回第1回目の韓国語教え方検定が12月26日にあったと思うんですが、今日はちょっといろいろその時のお話伺いたいんですが、はい、まず何人ぐらい受験生がいましたか？26人。26人。で、これがね、その答案、バッサリ、分厚いです。分厚いですね。うん、試験の採点はもう終わった状態で。そう、もう終わってます。終わっててね、もういっぱいね感じることがあって、これからもっともっとこういうことをやっていかないといけないなってつくづく思ってます。一つはね、この教え方検定は他の、 あのハングル検定とかトピックと違って、一つは韓国の常識、二つ目が外国語学習の常識で、三つ目は韓国の領域、まあこの三つ目が中心なんですけども、で四つ目は教え方の力を問うプラス、まあ実技なんですけども、今日はまあ分かりやすいその常識の話をちょっとだけしたいと思うんですけども、韓国のね、まあ一番高い山とか、そのペクトゥ山とかね、そういうのがどこにありますか、地図で示しなさいっていう、そういう問題なんですけども、まあ分からない人がいっぱい出るのよ。うん、いや私も自信ないです。うん、でも富士山の大体分かるでしょ。富士山、阿蘇山、テレビ見てもね、天気予報でもう日本地図、日本列島が出てきて、どこにどの県があるっていうのが、まあ、常識として染み付いてるんですけども、我々は韓国の地図をあまり見慣れていない、そしてどこにどんな山があるっていうこともあまり知らない、ほとんど知らない。で、クンガン山も韓国に印入れてる人がいるんですよ。今は北朝鮮ね、あの38度線に近いんだけども北朝鮮にあるのに韓国に行かれてる。そのこの中でどこにありますかって選んでくださいって言われたら多分分かるんですけど、 あえてねそれしなかったんですよ。選択肢にすればだいぶ合うのかな、大雑把な知識でもね、だいたいこの辺っていうのが分かるかなと思うんだけども、講師っていうのはね、この生徒さんの前でこう地図で指し示して教えないといけないんですよ。ここにありますねって、はい、もう皆さんにこうチェックしてもらう。だから、受講生の立場だったら3つ4つ並んでるうちのこれっていう選択肢でいいんでしょうけども、講師の立場になると選択肢がなしでここって言える力が欲しい。だから韓国に対するもう常識っていうのは、やっぱり意識的に学んでいかないといけない、あるいはこちらは教えていかないといけないっていう、そういうことをつくづく思った。で、今回まあ歴史の問題も出してますけども、国領と古領がどっちがどっちかわからない人もいっぱい、あるいは植民地支配下に置かれていたっていう事実も知らない人がいるかもしれないし、朝鮮戦争が何年に起きたかも知らない人がいるだろうと思う、はい、うん、だからその辺をねしっかりこう教えていかないといけない、ね、我々はその淡路島と佐渡島と福島と徳島はもう全然違うものとして認識されてるけども、外国人がそれを見たら全部島がついてるからどっかの島だと思ってるんだろうなと思う。確かにその本とかで読んだり、これまで何かの折に触れて、その場所は多分チェックしたことはあるんですけど、教えられるかどうかっていう視点で勉強したことはないっていう人がほとんどかもしれない。多分ね、中級ぐらいにクムガン山とシックギャンっていうのが出てきますよ、ね、はい、でその時にクムガン山ってどこって言える講師にならないと、クムガン山とシックギャンだけを教えてるんじゃちょっと物足りなくなってくる。歴史のことも地理のことも料理のことも、もうちょっとした常識を1時間に1つでもこう出していく、教えていく、そういうことは必要だと。模擬授業もね、いっぱい感じるところがあって。大体どういうふうに実施したんですか？うん、あのね、オンラインですよね、まあ、発音関係なんですけども、はい、オンラインで。あ、ここでもやりましたけど。あ、はい、結局ね、説明じゃないんですよ。説明はもちろん必要なんですけど、それは私たちが説明を学んで、それをどう中級学習者、まあ、今回中級学習者っていう想定なんですけども、中級学習者に伝えるか、分かってもらうか、説明できる力、説明できるだけの項目を全部知ってることは、理解してることはもう最低限の前提条件で、そこからそれを消化して、今必要な情報をどんな順番でどうアクションしてもらいながらやれるかが、
講師としての力、模擬授業もまあ数人の方をこう連続してみると、やっぱりその人の資質、その人の足りないところ、うまいなと思うところ、いっぱいいろんな発見があって、文法問題とか、語彙の問題とかも出たんですよね、うん、そうそう、一つはね、第四次の問題ね、第四次による日韓漢字語音のズレ、はい、うん、でこれなんかもね、やっぱりうろ覚えだと出てこないんですよね。こちらが日本語の漢字語をで提供して、それをしっかりと韓国語で正しく書けるかっていうと、書けない人が多い。でそれは学習としての大きなポイントになるんですよね。まあ中級から上の人ですけども、チャンエインはどうしてヘじゃないのかっていう説明ね、チャンエになってる。でそういう説明と合わせて、実は先端技術も同じですよっていうところで、こう受講生に興味を引き起こして覚えてもらうということができるかどうか。だからそういうストックをたくさん持っておかないといけない。分かるっていうのと、うん、じゃあ他にはこんな例えがありますよっていうのをすぐ出せるかっていうのが大きく違いますよね。そうそう、そこが大きな違い。やっぱりそのあたりがトピック高級とか半券の上級とはまた違う、この検定の、うん、選択肢で選択できる、あるいは一つ聞かれたらそれに正しく答えるんじゃなくて、同じようなタイプのこれもありますよって言える力、うん、でもそういうことをまさに今学んでいきたいって思ってる人もすごく多いと思うんで、そうそう、うん、ぜひなんかもっと勉強会とか あったらいいなって思います、うん、だから教え方検定もっと盛り上げてね、受験者数を増やして、から事前に勉強会、それから模擬問題、模擬テスト会とかね、何かねもっとやらないといけないなと思いますね、はい、で教育ラボ、日曜日の夕方やってる教育ラボでも、何かこういう、なんかこういう具体的なことで問題がはっきりこう提示されて、で実地に皆さんに答えてもらって、それの答え方を検証していくような、そんな会をもっとしていかないといけないなと思います。ただね、感心させられることもありました。うまいなっていうね、教え方実技で、もうねホワイトボードこう持ってね、これはって言いながらね、しかもねホワイトボードで自分の顔を隠さずに顔を出しながらこう見ながらね、これはですねってやってる人がいてね、それは僕は感動しました。でホワイトボードもね、その人ね3枚準備してる。ああ、じゃあしっかり準備して、そうだからね、消してる時間がもったいないわけね。あ、なるほど。でだから一つの項目を書いて説明終わったら、はい次はこれですよっていうね、人それぞれね、いろんな資質が出て、個性が出て、もうちょっとこうしたら上手くなるなっていう人がね、いっぱい。だからやっぱりね、鍛えないといけない。これもさっきと同じね、選択肢だったら分かったのに、いきなり聞かれたから分からないっていう、そんな風に言われた方いて、いきなりが大事ですと。授業はね、いきなり質問が出てくるんですよ、生徒さんの思わぬ質問が、はい、でそれを受け止めてどう答えるかが、その講師の力が出てくる。もちろん分からないときは、それは後で調べて来週お答えしますでもいいんだけども、その時の受け止め方でその人の人柄と力が出てきますね。瞬発力、瞬発力、臨機応変、はい、コメント力、ね、コメント力、うんうん、人間性まで出てしまいそうな感じがします。そうそうそう、そうだからそれも含めてね、やっぱりこう受講生をどう教えるのかからこう鍛えていかないとね。一般の人は市民講座で韓国語を学び、韓国を好きになり、韓国の常識を身につける、うん、責任重大です、ね、そう責任重大、はい、それを楽しくやっていくだけの、こちらは日々の学びが必要だなと思います。はい、うん、はい、また分析してお話ししたいと思います。ぜひまたその時にインタビューさせてください。はい、はいはいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。